皆さんこんばんは、 MK です。星のカービィディスカバリーパート83やっていきましょう。今回も前回に引き続きマックス強化されたコピー能力でザ・アルティメットカップ Z に挑戦したいと思います。前回はオートサーチボムを使ってなんとかノーコンティニューとはいきませんでしたが、クリアすることはできたんですよね。あとやってないのがこちら、ストームトルネードとツインズドリル、そしてまあディープスリープは無理として、クリスタルニードルとブリザードアイス。今回どれで行くのかと言いますと、はい、こちらツインズドリルでやっていきたいと思います。じゃあ早速強化していきましょう。ツインズドリルは一応地面に潜ることができるので、まあ実質無敵状態になるわけじゃないですか。それをうまく使えばボス戦有利に戦えないでしょうか。やってみないと分かりませんが、なんとか頑張っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、まずはプラス1に強化されました。そしたら次マックス強化まで行ってしまいましょう。そう、わざわざレアストーンも実況外で集めておきました。結構この実況外でのレアストーン集めが大変なんですけど、まあそれは、MK さんが頑張ればいいだけなので置いておきまして、はい、 OK。 ツインズドリルはプラス星に強化され、攻撃力がこの能力のマックスになりました。ということで行くぞ。そう、こうやってね、地面に潜って上がった時に大ダメージを与えるんですよ。あとは空中だと一応こうやってドリルを飛ばすこととか、あとは突っ込むこととかできるんですけど、まあ正直これはそんなにダメージソースにはならないと思います。潜って上がってという繰り返しになるでしょうね。まあでも実質無敵があるからなんとかなると思うけどな。ということでよろしくお願いします。わざわざ読みませんよ、アルティメットカップ Z。 そう、実況ワドルディも同じことしか言わないので、もう読むのはやめましょう。はいだって毎回毎回同じ文章読んでもしょうがないですからね。はい、まず1戦目、おっと、ででかしょっぱなででってどうなんだろう。ででで大王自体はコピー能力にもよるんですけど、結構強い部類なんですよね。はい、じゃあここ潜って上がって、潜って上がって、うわ待って、思ったより攻撃力低くね。で一応これさ、無限に地面にいることはできるっぽいよね。時間制限とかはないと思う。うわマジ、ちょっと待って、今の食らったのでかくない？潜って上がって、オッケーオッケー、潜って上がって、でこのね、ちゃんとペンシルじゃねえや、ドリルの部分を相手に当てることが大事になってきます。上がった瞬間というよりは、この上がった時の金色のドリル、これが結構攻撃力あるんですよ。なのでここをしっかり相手に当てるイメージでやっていきましょう。はい、こう聞いて、待って、ここも潜れば食らわないよね。ほら、いや実質無敵ではあるんですよ。なんですけどこれ調子乗ると、あーほら待って、マジで調子乗らないようにだけしよう。こう聞いて、ほらこういうの食らわないでしょ。強いと思うんだけどな、微妙いタイミングによるな。これさ、焦らない方がいいと思う。ゆっくりでいいから、ちゃんと相手の隙を見て上がっていく、それを意識してやっていきましょう。ゴルルムンボとかも普通だったらね、近づくの結構大変なんですけど、ツインズドリルだったらなんと、うわ、今潜ってないの、ちょ今潜った判定でしょうが。でここも潜、あ、これはやっぱ大丈夫だ、さっきはちょっと遅かったのか。でこう来て、ここも、はい、ん？食らってないよね、向け、あ、え？今強制的に出されたぞ。おい、ちょっと待って、今地面から出されたような気がする。はい、これも全部地面で避けて、うそ、うわ、待って、なんか強制的に出される時ある。それとも攻撃、ちょ待って、食らいすぎ、マジで攻撃によるのか。これは食らってない、攻撃によるか、なんか強制的に出される時あるな。ここで上がって、はい、でこう来て上がって、うわ落ち着け、これは食らわないよな。うわ、食らう、落ち着け、これ攻撃によるぞ。じゃあなんか話変わってくるんだけど攻撃によっては地面に潜っててもやられる。うわ、ゴルルムンバ食らいすぎたって。それかさ、ある一定ダメージ分しか耐えられないとか、そういう話なんだろうか。はい、じゃあここでミニトマト一つ食べまして、キャロラインか、地面の波動攻撃とかは耐えれないってこと。うわ、基準がわからん。はい、ここ上がって上がって、これは耐えれると思わない？これ地面にいてさ、こうやっとけばさ、食らった？食らってないよね。オッケー。うわ、何が耐えれて何が耐えれないのか全くわからん。でここ潜って上がって、潜って上がって、あとはタイミングか。
はい、これは一切食らわないで、マック、はい、食らわないね。あー、なるほど、なんか攻撃によるっぽいな。ゴルルムンバが相性悪かった説ある、でこう来てこう、これさ上がってくやつでさ攻撃できたりしない？うわでもやめた方がいいな。はい、ここ華麗に避けまして、もう一個来いや。はい、華麗に避けていく、いいよいいよいいよ。はい、でここも華麗に避けまして、で次ここ潜っとく。うわ食らった。あ、なんか地面の中に攻撃するみたいな判定のやつある、これ。うわこれさ、ドリルのためだけにさ地面の中に攻撃する判定があるっぽいぞこのゲーム。やばくね。確かにさっきのキャロラインが、確かに今のキャロラインがバンってやったやつって、そうだよね、爪がさ地面に潜っちゃって抜けないみたいなモーションあるじゃないですか。あれは地面の中に攻撃してるってことか。うわそんな判定があんのこのゲーム。ドリルのためだけの判定じゃない？ドリルで MK さんが潜ってる時用の、うわ地面の仲間、あ地面がさせり上がったりする攻撃は食らうんだ多分ツインズドリル。うわそんな細かく設定されてんの攻撃の種類って。ほらこういうのは食らわないっしょ、こういうのは食らわないんだよ。で、言った食らった、何なんだなんだなんだ、どういうこと、なんかわかんないんだけど、何が食らって何が食らわないんだ。ここ上がって次がスワロリーナ、スワロリーナなんて地面に攻撃することなさそうだけども、はい上がって落ち着け、待てよ、はいこう来て、オッケー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 、はいで一応こういう時も攻撃はしておく、吠え終わったとこで攻撃してオッケー。なんか謎が残るな。謎が残る。確かに地面内に攻撃してるやつは当たると思う。だけどそうじゃない攻撃でも当たるときは当たるんだよね。タイミング、それともなんか一定ダメージ分しか耐えられない、ちょっと検証がいるなこれ。で上に上がって、危ないよ、ボムとかは当たらなそうだけどな。今なんか食らってなかった、今キンキンってなんなかった。オッケーオッケーオッケー、はいこれで第一形態というか、まあ第一ステージは終わりで、下に潜っていきまして、ここも潜って攻撃。これさアルマパラパってさ、この転がるやつさなんか避けれなそうじゃない？あ避けれる、これは何、これは避けれんの？なんか地面えぐってるように見えなくもないが。これ地面えぐってるように見えなくもないけどな、これは耐えれるんだこれで。ほら、あなんか待って、ど真ん中だとダメとかある？あーぽいな。何そのシビア判定、よくわかんないんだけど。で潜って攻撃、なんかど真ん中だとダメとか、あ攻撃のど真ん中だったら当たんのかな、そういう判定っぽい。こう来て、待って落ち着け落ち着け落ち着け、これもなんかあんまり油断しない方がいいと思う。これさ地面にいた時に無敵で避けれると思うな、マジで。これ物によるぞ、なんか当たるとき当たるから、これ回避ちゃんと使わないとダメだな、これはさすがに当たんないでしょ。で上行って、危ない、でこう、うーわどうなんだろう、ちょっと食らいすぎたね、アルマパラパも食らいすぎ。うーわ足りる回復アイテム、こっち側なくなっちゃったけど、とりあえずこれ取るしかない。で中ボスは大丈夫。いやでもさ、このギガントソードのさバーンっていう攻撃さ、入るっちゃ入るくね。なんか地面えぐれるっちゃえぐれるんじゃね、なんか、あー判定によるな。どういう判定をお持ちなんでしょうか。こう来てこう来て、これは大丈夫っしょ、さすがにこれはどうやったって大丈夫よ。でこいつはとりあえず倒した。でギガントソードっていうかワイルドエッジがちょっと怖い。ワイルドエッジ吠えた後に上がる。でこの剣の攻撃さ、ものによってはさ地面えぐってそう、うわ怖。でここはい吠えた後にまた上にバンと行きまして、でこれこれ、うわ待って、これなんか地面まで来てそうじゃない、そうでもないか。おお、あなんで、うわ今の食らうの、うわもったいな、待ってこれ全然無敵じゃない。なんか判定わかんないけど無敵じゃない時があるわ。もう取るしかないよね、あと1個しかないんですけども、あと6000、嘘。あと6000万のトロピカルーツのあの実が落ちてくるやつは、これ多分確実に食らうと思う、あれ気をつけよう。こう来てゴールドはさすがに食らわないだろうけど、この実落ちてくるやつは多分ダメだわ。まあ息は大丈夫っしょ、息は大丈夫で上までよく、ってマジ、ちょっと待って、こっからほんと気をつけないとやらかすよ。こう来てよし、オッケー、うわ待って、体力が危なすぎ、うわ全然無敵じゃねえじゃん。あこれ中入れる、入れねえんかい。
ドリル？ドリルちゃん？あなたもしかして全然強くないのでは？で、こう来て、オッケーオッケー。あー、ゴールドこっちまで来てんの、危ないね。で、こう来て、待って。柵の前にあるか、それか。これはね、地面の中にも攻撃してきてる判定だと思うから、ちょっと気をつけよう。で、こう来て、待って。あれ来るっしょ？網が来るっしょ？はい、息は避けれて、オッケー。まあ、ほとんどノーダメで抑えられましたが、言うて体力が危ないことに変わりはありませんと。もう取るよ。取るしかない。はい。メタナイト原価回避使おっか。地面で回避するというよりはしっかり回避して避けてく、それが大事かもしんない。そうしないと思ったよりダメージ受ける可能性あんなって。メタナイト原はマジ一発逆転みたいな技相手持ってるんで、あれだけマジで気をつけよう。あれは回避で避けます。あれもしかしたら地面の判定あるかもしんねえから。でこう来て、なんか攻撃のあれによるんだろうな、種類にな。でここもこう来て、オッケー、危ない。うわ、ほらなんか食らうでしょそれ。なんでそれ食らうの。はい、こう来て、あ、ぶ落ち着け。なんかさ、食らう場所とかがあるんかな、 MK さんのこの中にも。わかんねえ。でこう来て、オッケー、今のわら、あ、これ絶対ダメでしょ、これ絶対食らう、これ絶対食らう、だって地面えぐってるもん。そう、こうやって分かってくればいいんだけど。でこう来て、上上がる。でここも掘って上上がる、オッケー。待って、案外メタナイトゲンはツインズドリルに弱い説ある。でこれさ、上上がってかね、攻撃さ、上に上がってって攻撃、あ、当たんねえんかい。ちょ、待って、これ地面にいれば大丈夫っぽいけどな。危ねえ、うわ、大丈夫じゃねえ、食らいすぎだって、やばい、それはマジで食らいすぎ。うわ、もったいな、ちょ、待って、やらかしてる、マジでやらかしてんじゃん。ちょっと待って、落ち着け、これがマジで怖い、これがマジで怖い、危ないって。待って、あと数発だけど、こっちもなんだよ。待って、あー、なんで食らうの、なんでそれを食らうの、もう無理だ。待って、いや、回避使うってさっき言って使わなかった、確かに。いや、でもさ、そういう次元じゃないというか、これだってさ、ゼロ距離になんないと攻撃できないんだもん。もう行くしかないよね、ワイルド出てて。うわ、全然強くねえ、これ。なんだよ、本当にマックス強化されてるか？されてるな。で、上、これさ、上がった後も怖いんだよな。このマグマとか、これ絶対ダメでしょ、当たったら。こんなの。って、何に当たったの、今のは。でここ近づいて上上がる。でもこっから危ねえから、本当に落ち着け。うわー、この炎はどうなんだろう、炎、あっ、食らうな、落ち着け、無理だ、もうこれ無理でしょ、あと一発だ、だって。でこう来て、待て、ワイルドデデデちゃん、おら。とりあえず第1形態は終わったけど、第2形態ノーダメージは不可能でしょ。第2形態ノーダメージってこれ可能？落ち着け、一応頑張るから。でも第2形態ノーダメージって相当厳しいと思うよ。はい、上がる、危ない、ほんとこういうのですら危ねえからな。落ち着け、ちゃんと。うわ、もう無理だ、さっきの攻撃連打されたら無理だ、もう MK さん。落ち着け、あーもう無理だ。これさ、もう走ってた方がいい説あるな。落ち着け、だってこれ走ってるスピードと変わんないでしょ、ツインズドリルのスピード。うーわ、待って、超慎重にはやるけど、そういう問題じゃねえ、慎重にやるとかやらねえとかいう問題じゃないだろこれ。待て、落ち着け、マジ怖い、危ない、今の、待って、本当に危ない、ちょっと待って、こう来て、で疲れたところ、あー、もう無理だ、ちょっと、これ食らうなよ、これ食らう、もう運です、それは、そればっかりしちゃう、こればっかりしちゃう、運です。待て、いや、これどの攻撃がわかんないって。どの攻撃が地面判定で、どの攻撃が地面判定じゃないのか分かりません。うわー、でももうしょうがないね、もうこうなっちゃったらしょうがないんで、次回なんとかもうワイルドでやられるかリトライして、カオスエフィリスまで頑張っていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして応援の方よろしくお願いします。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。